JTEC とスティングスがパナソニックパンサーズを迎えての2連戦です。さあそれではパナソニックパンサーズスターティングメンバーです。連敗をなんとか止めたい。ここまで7勝16敗今日のメンバーご紹介していきます。しっかりと上がった。あっとフォローできない。2メーター10センチ大竹さんより2センチ高いという浦和修判。またあの沢東の使い方がうまいですよね、はい、なるほど、はい、上からっていうようなところで、ミドルブロックが対応しやすくなりますんでね、はい、ただセットポイントはパナソニック。その村山落としてきたが拾っている。さあカバーしてチャンスにできるか。切り返してちょっと乱れてこのトスになったがよく打っていった。サーブ攻められるか。ああしかしセッター復活に入って1人飛ばしてパナソニックが第1セットを取りました。25対22。さあ大竹さん第1セット印象いかがでしたか。そうですね、やはりあのパナソニックの方はなかなかサーブレシーブが崩れないなっていう風な印象がありましたけども、やはりあのラオのところで連続ポイント取ったんでね、はい、その高橋慶安のサーブです。ジャンプトスからA パスだという声がいくつかも聞こえてきましたけれども、ネットインだ。うまく拾っていたんですが、はい、自由に攻撃されてしまうというようなところがありますんでね。さあ村山、あしかし A パスが入っている。こうなる、こうなるんですね。そうです。さて塚がサーブに下がってまた藤中がフロントロー。おお、2枚ブロックしっかりとついて止めました。センター線、うわ2人の間、足で川東、はい、失礼しました。ちょっと動いたところですが西田、あうまい。そしてもう一度西田、もう一度村山が連続ポイント。西田、最後は西田が決めて25対21。大竹さん第2セットですがいかがでしたか。そうですね、まあ、中盤あたりですね、はい、ジェイテクトの方としてはしっかりと粘ったっていうのところがあって、そのサーブで崩してっていうような形もありましたんで、ちょっとでも崩すっていうようなところですよね、はい、しかしこれはしっかりとレシーブが入ってパナソニックがもうまさにそれが結果として現れてるのかなっていう感じがしますよね、今のバレーで 72% って言ったら、はい、脅威ですよね。ほぼ体感としては100。またジェスキーも際どいところに打ってきますんでね、ネットイン、これはいい形でセッターに入っている。中本が入っているという形になります。大塚194から中本187に変わっています。さあラオのサーブで連続得点といきたいところ。ナイスサーブだ。1セット目2セット目と少し違う展開にはなってきています。あっていうようなところがあると思いますんでね。なるほど、この辺まあ結果論かもしれないですけども、川東の方に余裕を持たせるっていうふうな指示を与えるっていうふうに攻めていってますよね、はい、そのきっかけは西田のサーブ。これはセッターに入っているが高橋慶帆、もう高橋慶帆が全部高橋慶帆サーブに下がりました。セッター、センターに取らせたパイプを使ってきましたが、高橋慶帆上げる、アンダーで上げたボール直接返って、さあどうする。村山は、いや高橋慶帆だ、もう全部高橋慶帆。これで西田がサーブに、あ深津がサーブに下がります。高橋慶帆を許さないパナソニック、それをしっかり止まっていて、さあ今度どうするか。それでも、あー最後はサービスエースで試合が終わりました。25対17。第1セット、第2セット、そして第3セットともにパナソニックが取って、セットカウント3対0。
これでパナソニックパンサーズが21勝1敗今日の最優秀選手 VOM ジェスキートーマス選ばれました。インタビューでお話を伺っていきます。21勝1敗と本日の試合でプレーオフ出場が決定となりました。本当におめでとうございます。でまずは試合を終えての感想をお願いいたします。I think as a team we're playing really well right now. Each person is doing their job at a really high level, and that translates to wins. And I think just it shows the consistency of our team over time. So I think top to bottom, staff, players, everybody, translator, I mean everybody is doing a really good job. So I think that's honestly the key why we've qualified for playoffs. You know why we won today. It's just kind of quality from everybody. チーム全体的にしっかり形が整っていると思っていまして、そのおかげで全ての種目的が本当によくいっていると思います。で選手だけじゃなくてスタッフも全員本当にいい仕事をしているので、チームが本当に一丸となって戦っていると思います。さあそしてご自身はアタック決定率 86.6% と打てば決まる素晴らしいプレーでした。ご自身のプレー振り返っていかがですか。I feel good. I feel like I could have passed better for some reason today. I didn't feel as comfortable passing. So, but yeah, an attack, honestly, that's Omi-san just putting me in good position. So, and then our other guys passing well. When we have good reception and we're in system, I think he runs a really good offense. So that's more him putting me in good positions. And I was fortunate to score points today.スパイクは良かったかもしれないですけど、今日パスもうちょっと よりよくできたと思います。でも他の選手がしっかり仕事をしてくださって、なので深津選手がきっと綺麗にトス回しできましたし、本当に皆さんのおかげでこういう 86.6 の決定率になったと思います。さあそして来週はサントリーサンバーズとの上位決戦ということにもなります。来週への意気込みを、そして本日のご来場いただいた皆さんにメッセージをお願いいたします。We're not really thinking about Suntory yet. I think we get 2 days off, so we're really excited to just rest. We've had kind of a long stretch of matches, so we're excited to recover a little bit. But yeah, Suntory, we play in Osaka. It's their home, it's our home, so hopefully the fans are cheering for us, but I don't know. But I'm excited for a good match.来週はサントリー戦なんですけれども、まあ、2日間オフもあったので、それに楽しみにしています。で来週はサントリーでアウェーなんですけれども、でも大阪で試合をするので、ぜひ試合に見に来てください。で私たちを応援してください。ありがとうございました。本日の VOM ナンバー6ジェスキー・トーマス選手でした。ありがとうございます。